ちは、ハリーです。今年もメロンの成長の様子を動画にしていきます。今回は管理作業の説明は省略しています。詳しい管理作業の説明はこちらの動画で行っているので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。ということで、今年も植えていきましょう。しっかり根が張って良い苗ができました。天候にも恵まれ良い定食日和です。定食完了。トンネルは30にしています。定食後は温度を高めに管理し、活着を促します。だいたい5日以内には活着します。活着後は温度を26から28度で管理します。今年は暖冬の影響もあり、生育が例年よりも早かったです。メロンの動画を作り始めて3年目ですが、年々生育のスピードが上がっている気がします。この品種はアンデス2号といって、アンデスメロンの中でも栽培がしやすい品種です。ハリーのハウスでは4品種のアンデスメロンを栽培していますが、個人的にはこの品種が一番作りやすいです。アンデス7という品種では、雌花が結果子についていないことがあったりしますが、このアンデス2号はそれは全くないのも、栽培がしやすいポイントです。葉もだんだん大きくなり、早生もよく、良い感じに成長しています。この頃になると、種子の節位が10節ぐらいになります。我が家では、結果子は、10から15節ぐらいを伸ばしていきます。結果子と若実をつける脇芽のことで、良いメロンを作るためには、まず、この結果子をしっかり作る必要があります。結果子が細かったり、短かったりすると、あまり良いメロンができません。成長するにつれ、葉が大きくなり、風通しが悪くなることで、病気が発生しやすくなるので、農薬散布で予防するようにします。もうだいぶ大きくなりましたね。この時期になると、結果子の雌花も咲き始め、いよいよ交配となります。交配は今年も蜜蜂で行います。ここまで良い感じに仕上がりました。この後すぐに交配をし、いよいよメロンが大きくなっていきます。ここまでご視聴ありがとうございます。最近、くまよん農業チャンネルで、スーパーサンクスが送れるようになったので、少しでも応援してもらえると、とても励みになります。もしこの動画が参考になれば、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。